さて前回は、ケン総理順が即位して、初っ端から反抗するハンチンを叩いて快進撃を続け、党の復興をもたらした。という話だったわね。ケンナ戦隊中高ジャー、大活躍だったわね。中高ジャーって、もしかして中高か？李順はエネルギッシュな皇帝で、即位後は司書に親しみ、前漢時代や党大僧、幻想の物語を好んで読んでいた。東京中高を達成した幻想こと中高レッドは、偉い人のお話をいっぱい読んだってことか。やっぱり。てか自分の祖先じゃないの。大僧はともかく、幻想については、失敗に学んでほしいよね。幻想は無駄な小髄の儀式を廃止し、法令を改正し、管理の数を減らして、財政管理を強化した。そして科挙を再編した。この頃から科挙の試験が本格化してくる。だから、貴族のボンボンとかじゃない賢い官僚が出てきてるのね。まあそれも、後々党派の争いとかを招いて泥沼になっちゃうんだけど。この科挙システムも構想の乱の延因だし。貴族のボンボンの方こそが、どんどん科挙に合格するしのう。そうなんだ。まあ、それは今考えなくてもいいわ。財政的には、幻想は高位の人々の税負担を軽減する措置を取っている。おお、戦争になるといつも収奪されてばかりで高位の人かわいそうだったよね。是正されたのか。大臣は政府に対して不足分は管轄する州の税金から賄うよう進言したので、高位の人々は少し安心した。大臣の利口は北方にも広大な領地があると示し、これを開墾するよう進言した。これによって、4年の間4800頃の畑を開き、4004万石以上の穀物を集め、銭24万便の節約に成功したという。前回から聞いてるとこの利口さんって、なかなか献身じゃない？なんで元那戦隊に入ってないのかしら。利口も幻想の病に祀ってあげてほしいわ。戦隊の参謀、司令とか、追加戦士枠なのかもしれんな。さらに元牛久分の党派に属していた官僚も起用して、多くの宰相を用いて金の管理をさせた。その結果、世の中は豊かになり、米の値段は1頭当たり2000にまでなった。幻想やるわね。もうこのままずるずると、宦官に権力握られちゃうのかと思った。と交渉だとか廃土だとか以外にしっかりした進化がちゃんとブレインについてて、宦官勢力の名前出てこないよね。大僧の時は3人も先見を振るった宦官が出てきたのに。以前も話したけど、特捜、幻想はむやみに宦官の権力を増大させただけではなかった。新作軍は左右2軍に分割され、五軍中尉も枢密使も2名に分けられ、分割投与された。これまで臨時職で、何でもありだった宦官の職権を官僚機構の枠内に封じることによって、職権乱用されることを防いだ。それでも幻想が寵愛した宦官はいるわよ。彼の寵用した宦官と突詳細は、左新作将軍、家中、家用、節制、宣教などの公営兵馬士に任命された。え、何その名前、難しい。と突は戦費制なのよ。でも出身は貧富圏となっているから、民族的には戦費じゃなかったのかもね。貧困な土地では、自ら望んで宦官になる者もいた。これを自給という。福建は高地に乏しいこともあって、後々まで多くの自給者を出した地域なんだ。幻想即位から4年後、聖徳節度使、王子信の死後、現地では王将僧を節度使として選出し、朝廷に任命するよう求める書状を提出した。王将僧って、前回出てきたよね。確か中高じゃ第7番目の敵。あれ以前にも、自分自身が節度使の地位を継承する際に、王将僧は謀反を起こしているのよ。あれより前にも一悶着あったのか。ややこしい。幻想はこの地域の状況の不安定さを利用して、彼を抑え込もうとする。最小配職、管理人学士理工など閣僚たちは、性急な策は失敗するだろうと反対した。
その中で都督詳細は喧騒の意向に迎合して、自ら王将総討伐の指揮を取ることを申し出た。ええ、宦官が？あんまりいい予感しないわ。即位当初に剣南聖戦節度使に対して甲州軍が新作軍を率いて討伐が成功していることを考えれば、そう無茶な申し出でもないわね。この時、都督詳細を非難したのが白居易だわね。白居易って詩人の？政治的にはこんなとこに出てくんの？中国の芸術家や詩人たちは、多くが同時に政治家だぞ。白居易は下級貴族の出身で、科挙にも合格してる。空海美しき王妃の謎に白楽天出てくるじゃない。空海の案内役で。は、そうか、長安栄えてるなぁと思って見てたけど、幻想郷以降の時代が舞台なんだよね、あれ。白居易は、これまで宦官が元帥になったことはないとして、この任命に異議を唱えた。宦官がこんな地位につけば、地方の藩鎮は朝廷を狙い、地方の蛮族は東朝の人材不足を笑い、地方の将軍は恥じて宦官には服さないでしょう。他の閣僚もこれでは宦官の権力が強くなりすぎると歓言したが、喧騒は聞き入れなかった。ちょっと言い過ぎじゃね？大体、似たような前例なかった？漁長音とかさ。こら、ちゃんと思い出せ、漁長音がついたのは元帥ではなく、あくまで官軍要請一直使だ。都督詳細が任じられそうになったのは家中中役等同府鎮修公衛兵馬小刀通しで、これが宦官が兵馬を統帥するなどけしからん。として批判され、改めて前略勝負処置通しになった。些細なことに見えるだろうが、徴用する宦官に対しても元帥、統帥といった包括的な職責までは許さなかったところに、ここまでの東朝皇帝の、越えてはならない一線があったんだろう。この後も最小力っぽをはじめ、大臣たちは宦官が政治に関わることに反対し続けた。しかし喧騒は歓言を聞き流し、都督詳細を徴用し続けた。都督詳細は一回の角に過ぎず、いくら権力を与えようと、追い出すのは髪の毛を抜くように簡単である。都督詳細はおそらく、この時代において兵徒を集める役割を負った宦官ね。喧騒からすると、宦官も閣僚も両方押さえておかないといけないのよ。ああ。それで、戦争はどうなったの？別に勝てば宦官でも何でも構わないと思うんだけど。この時、将棋軍節度使の重使は、宦官を通じて朝廷に接近しようとしていて、都督詳細と協力して王将総を討伐することを願い出る。ところが都督詳細はいざとなると戦べたで、軍は乱れた状態になった。白居易はまたも上奏し、王将総に対する兵力行使は戦争を遅らせ、国家に損失を与え威信を損なうだけだと主張し、撤退することを提案したが、またまた喧騒は聞き流した。あ、やっぱり、漁長音と同じようになってる。さらに、当初は共に王将僧打倒を唱えていた路重氏が密かにその王将僧と通じて、わざと両僧の値段を釣り上げさせ、国庫の損耗を図っていたことが明らかになった。ついに喧騒は都督詳細に命じて路重氏を捕らえさせ、都で斬死した。この戦争は1年ほど続いたが、路重氏に責任をかぶせる陳述書を王将僧が提出し、謀反はうやむやになって終わった。喧騒も失敗してんじゃん。前回の解説だと七藩鎮討伐は至極順調だったように思えたかもしれんが、実際にはこうした紆余曲折があったわけだ。それらをなんとか乗り切るためには、都督詳細のような役回りをこなす人材も必要だった、ということではないかな。では今回は、そんな喧騒の降級を見ていきましょうか。やったー。降級チェックだ。やったー。え、大抵も高級話嬉しいんですか？やっぱり人んちの家庭事情は気になりますよね？楽しみですよね？違うわ。前回以来、節度使云々の話はややこしくて、お前らが間違ってないかチェックするのも大変でな。高級の話なら気軽に聞いておれるわい。ああ、わかります。離散ばっかりですもんね。まずは慰安皇后、隠し。隠し義の孫で、大僧の娘の昌平公主の子だっけか？そうです。皇后とは言っても死後追贈されたもので、隠し妃ですね。生前に皇后になった人はこの時代にはいません。
各騎士の母は高貴な公主であり、各騎士は大きな功績を残した功臣だったので、剣僧の父の純僧から非常に好意的に迎え入れられ、優遇された。まあ、そうでしょうね。皇后を除けば騎士がトップだものね。各騎士から見れば剣僧はいとこの子供にあたり、一世代違う。つまり世代でも各騎士が上だった。中国人はそこ、こだわるんだ。結婚から2年後、剣僧の第三子になる息子李光の血の牧草を産むけど、実は、剣僧自身は各騎士に霊丹だったそうよ。あらら。周りが必死に進めても、相性良くなかったか。まあ、よくある話だけど。でも、子供は他にもいて、第六子の李呉、さらに一人女の子も出産してるわね。次に紀美人。美人か。美人って祭人のさらに下じゃなかったっけ。そうね。優遇された各騎士より、各下の目掛けということになるわね。しかし、剣僧の第一子、李寧を産んでいた。大僧からここまでの工程を見てたらわかるけど、この時期の東皇室はあまり母親の身分にはこだわらないで、第一王子が皇太子になって、そのまま皇帝に即位しているのよね。ああ、そうだったね。むしろ母方の身分は低い方が外戚の力が抑えられて、皇帝の権力は強くなるんだっけか。それに、当時17歳の李寧は、読書が好きで規律正しく、皇太子にふさわしかった。剣僧も外戚を抑制するため、隠しを騎士として報じるだけで、その子の李光は皇太子にしなかった。最初李光は、余計な詮索を防ぐためにも早い時期に皇太子を立てるべきだ、と建議した。そして紀美人の子である、長子李寧が皇太子となった。しかし、李寧は19歳の若さで病死してしまった。え、それは、毒だわ。毒を盛られたに違いないわ。お前はラブ刺激見すぎだ、二号。あははは。確かにラブ刺激的展開だったら毒殺されていて、この場合のラスボスは各騎士ということになるよね。でも、証拠はないわね。悲しみに暮れた剣僧は、13日も朝廷を休みにし、継承太子の死後を送った。各騎士の息子、李光は第三子よね。じゃあ順番から言えば、第二子が皇太子になるの？ところが第二子、李雲の母の身分は低く、姓名も伝わっていない。宮廷内外の多数が、各氏の子である第三王子を推した。こうなってしまうと、母の身分の影響を止めることはできんわな。一方で、宦官の都督詳細は第二子、李雲を支持した。剣僧自身が本心では、李雲と李光のどちらを選ぼうとしていたか、よくわからないのよね。結局、第三王子、李光が皇太子になった。その一年後、各騎士を皇后にするよう何度も嘆願書が出されたが、剣僧はいろいろと理由をつけて拒否してる。まあ、東京の立皇は、大抵ろくなことにならないよな。なんか、思いがけず外戚勢力 VS 宦官勢力の構図になってきてる。各主義が効いたら泣いちゃうわよ。ところで前回出てきた、陳海節度氏の力を覚えてる？いやごめん、李さんが多すぎて覚えてないわ。だろうな。しかし、人名は覚えてなくてもエピソードは覚えていられるもんだ。わしも二号が家庭科苦手で結構運動できる方だということは覚えたし、力は仮病と称して入庁を渋ったやつだよな。いやそんなこと覚えなくてもいいから、名前覚えてくださいよ。でも、それで思い出した。中高じゃ第三の敵ね。反抗的な藩鎮にしては珍しく、海沿いの南の方の地域だったよね。金陵とか陽州とかあるあたり。その力が捕らえられて都へ送られ、処刑された後、彼の目掛けたちは宮中に入れられた。その中から、剣僧の寵愛を受けて妃になった女性が二人もいたのよ。剣僧は寝取るの好きだったのか？そうね。しかも、江南好き。NTR 好きも含めて、容態みたいね。お前ら言い過ぎだぞ。江南の文化的発展は東大から顕著になる。それに憧れる支配者として、容態は先駆的だったのかもしれんな。一人は停止ね。力が謀反を企てていた頃、定子は占い師に面相を見られて定子が産んだ男子は将来、天使になると予言される。
出た。運命の女。その言葉を聞いた力は喜び、彼女を側室にした。ああ、なるほど。彼女が息子を産めば自分の息子が皇帝になると思ったんだ。ところが、力は処刑され、財産は没収され、定子は宮中へ入れられた。具体的には各騎士付きの侍女となった。ええ、そうなの。そこで、玄宗の目に留まり寵愛を受け、男女二人の子を産んでいる。侍女が寵愛されて子供を。しかも運命の女。それって、ラブ刺激的には絶対高級の争いの火種になるやつじゃん。なるのよ。でもそれはまた今度ね。やっぱりなるの。きゃあ楽しみ。楽しみにすんな。しかし、確かにベタなラブ刺激的展開だな。もう一人は途中上と呼ばれる妃ね。この人には有名な詩が残っているので、後世都市ではなくこの名で呼ばれるようになった。途中上は純州の出身で、江南女性の美と文学的素質を全て体現していた。江南美人というと、詩とか舞とかの上手い、たおやかな美女かな。馬とか絶対乗れないような。確かに、これもまた、江南文化の象徴だろうな。彼女は15歳の時に、陳開設度し、力の家舞妓として大金で買われてきた。しかし、普通通り振り付けられた舞をこなしているだけでは不満に感じ、歌を自作して力の前で披露した。金類という曲ね。意味は、花は咲いた時に折らなければならないのであって、虚しく待っていてはなりません、ってことかな？金類の衣を無駄にしないよう。青春を大切にしましょうという内容の詩らしい。この詩を気に入った力は途中上を目かけにした。すごくあけすけな誘惑だと思うんだけど。私を摘み取って的な。そうだな。だが冒頭の部分は菌類を無駄にしないようとは逆で、菌類なんて惜しまないで、という意味だぞ。歌い手が曲名に合わせて菌類の衣をまとっていたとすれば、つまり、うわぁ、エロすぎー。途中上はいわば高級ホステスさんだったわけね。力が処刑されると、途中上はやはり舞妓として宮中に入れられるんだけど、そこでまた金類を演じて喧騒を感動させ、寵愛されるようになった。喧騒ちょろいな。しかし銀座の高級ホステスさんや遊郭の最高位である花魁がそうだったように、彼女は話し相手としても優れていて、政治の話もできたと思われる。それで、喧騒の側室でもあり、秘書でもあった。喧騒はしばしば彼女と国家の統治について議論を交わした。美人秘書への。美人学生二人で我慢しましょう。しかし、彼女と喧騒の間に子はなかったようね。反抗的な反陳を平定してある程度成功を収めた喧騒は、以後、自分が偉業を成し遂げたと思い、傲慢になっていった。関心候補白を任用し、献身廃道を罷免して、政治は大敗していったと言われる。喧騒は関心から差し出される専用、つまり余剰金を浪費し、試食に溺れる日々を送るようになった。それが前回言ってた最後があれってこと？そうね。まあ、喧騒をフォローするとしたら、やっぱり皇太子を失ったことで悲嘆に暮れていたようなのよね。それで洋派かなんだ。ああ。喧騒は短薬と仏教に傾倒した。奉仕を招く勅令を出し、また、訪問時の仏舎利を長安に奉迎することを計画して、宦官の使者が奉尚に派遣された。警部次郎だった勘誘は論、仏骨廟を書いて喧騒を真摯に諭したが、喧騒は激怒し、勘誘を処刑しようとした。しかし廃度の取りなしにより徴収使に降格させるにとどまった。結局、莫大な国費を費やして奉納が取り行われた。訪問時は現存し、その地下宮からは仏舎利を含む多くの文物が見つかっている。長安への奉迎はこの後にも行われているから、特に喧騒から六代後の移送の時の資料が豊富だぞ。候補伯は、不老不死の丹薬を作るために、流出という参人を推薦した。ハイドと西軍は反対したが、喧騒は聞き入れなかった。参人って、仙人じゃないの？孤児じゃないぞ。だがまあ、似通った存在だ。
人里離れた新山幽谷に住み、道を極めようとする隠者だな。幽室は法師とも書かれているから、同教的呪術者、科学者と見ておけばいいだろう。幻想は薬を飲み始めると精神的に落ち着かず、些細なことでしばしば宦官を叱責したり、殺したりするようになった。ついに幻想は丹薬の飲みすぎで、非業の死を遂げる。享年41歳。あらまあ。幻想ってさ、意志が強い代わりに頑固で、一度決めたら周囲の言うこと聞かないタイプよね。幻想は断固拒否したってのが多くね。確かに、悪い方へ向かうと、歯止めが効かないタイプだったかもね。宦官に殺された、という説もあるだろう？何そのミステリー。宦官、と突詳細は大に応じ、霊王龍を皇帝の位につけようと、幻想の体調が悪化してからも画策していた。皇太子李光が不安のあまり、叔父の各省に相談し、殿下は皇太子です。昼夜高校に当たるべきで、どうして他のことをおもんばかるのですと言われたほどだった。そして、幻想が崩御すると宦官の領主権、大首長は直ちに皇太子を擁立し、牧草皇帝が即位した。この時のあまりの迅速さに、丹薬の害で死んだと偽って実はこの宦官二人が幻想を殺害したのだ、という説が後になって出てくる。具体的な手順はこうよ。宦官の大首長と鎮江氏が組んで幻想を暗殺。対外的には丹薬による非業の死を遂げたと発表する。それから二人は、と突詳細大に応じ、李雲を殺害。連絡を受けた領主権と威厳祖が、皇太子の李光を帝位につけた。この暗殺チームの宦官は後々まで登場するので、そうね、警報音でもしておきましょうか。なんじゃそうや、高画質テレビか？それは 4K です。警報は宦官とか、4人の切られちゃった人の役です。悪辣そうなんだかかわいそうなんだか、よくわからない。と突詳細と李雲は突然のクーデターに笛を突かれた形で敗北し、死に追いやられる。久しぶりに来たわね兄弟殺し。この場合、幻想を殺したのはと突詳細以外の宦官一派警報で、その黒幕は外籍の各一族じゃん。幻想の死は丹薬とは直接関係なくて、クーデターだったってことじゃないの？そうかぁ、わしはそうは思わんな。と突詳細は各使との対抗上、あえて立体師の目のない竜を指示したにすぎん。なんてことない権力亡者の宦官だろう。実行犯である 4K と各一族が事前に結託していた、という確証もないしな。大抵、警報です。幻想は本当に丹薬で亡くなった。あるいは、精神的にもヤバくなっていた幻想から身を守ろうとして、身近な宦官、救助が突発的に彼を殺してしまった。警報はその機会を利用し、政敵を排除して皇太子を即位させ、幻想の死を丹薬の害として外部に説明したんじゃないか？あっけないオチだが、意外とそういうこともあり得るだろ。いやいや大抵、宮廷の奥のことなんだから秘書にないのは当たり前じゃないですか。私が各一族なら、そんな記述は口封じして書かせない。開示も止められても黒塗りにしますよ。いざとなれば、自分は関係ない、全部宦官がやったんだ。って言いますけど。秘書がやった的な？私だったら、って、さらっと怖すぎること言ってるぞ。自覚してるか、二足点。幻想は外籍の身長を憂慮し、李光を廃して李雲の方を大使に立て直そうと考えていたんですよ。そしてと突詳細は、幻想が既得となってもその意思を継いだんですよ。きっと。だとすると、と突詳細は主に忠実であろうとし続けた、高力士タイプ？愛ね、愛だわ。愛じゃない。ちゃんと確たる資料を持って今回。お前ら、ラブ刺激士官に染まりすぎだ。でも、最終的な勝者が隠しだ、というのは確かですよね。実際、警報は牧草の取り立てで大出世し暗殺の事実は隠され、タブーとなった。彼らは後の文宗に暗殺されるまで枢密使や左右新作軍の司令官として、宮廷で牽制を振るうことになる。皇帝暗殺の疑惑が語られるようになるのは、その後、隠しの系統でない戦争の時代のことね。そっか。
じゃあ、この件は謎のままで、次回以降へ持ち越しですね。うむ、そうしておこう。即位した牧草は自分の聖母である各騎士を皇太后に報じて、長年の苦労をねぎらった。曹祖父、各騎士を大夫に追封、父、各愛を大尉、母、将兵公主を聖国大長公主とし、各将を警部尚書、各将を金吾大将軍に昇進させた。一方で、父建宗の側近や寵愛を受けていた人物には死罪ある刑の処分を下した。建宗時代の宦官、臣下たちは一掃されてしまう。以上が、建宗の最後ね。そうか。人生を儚んで戦略や仏教に頼るとか、まあ、人としてわからなくもないわね。少なくとも幻想より同情するわ。宦官の吐突詳細もそんなに悪人とは思えないし。そうだ、幻想の他の妃たちはどうなったの？まだ、高級で健在だった。争いの火種は残ってるのよ。そして何より牧草は、東朝の中でも暗愚な皇帝として知られるようになる。あらあ、最近は堅実な皇帝が多かったのに、久々にそんなのが来るのか。隠し芸や大層が聞いたら泣いちゃうじゃん。吐突詳細が後世それほど悪く言われないのは、第二王子を即位させた方がマシだった、と後世思われたからじゃないかしらね。うわあ。それではまた次回。